木についてです木にはいろいろ種類があります元気は生より化生しますまた後天の生から永期と液に化生します元気は先天の木とも言われ 人生から火星するものを指します。3章を通り全身に配布されます後天の木は飲食物由来の木で水国の木とも言います他にもさまざまな種類の木がありますのでご紹介していきましょう元気は元の元気や新規とも表現されます 元気は先天の気で一番基本的な気と考えてください生命の原動力として3床を通じて全身に配布されます人の成長や発育を促進させ増負などの活動源となっています早期は水庫化の整備自然界の世気と合わさって加勢します心肺活動を支えていて 早期は胸中に集まり宿ります呼吸を水道させ心肺を通じて血の運行を促進させます栄気は栄養が豊富な気です血の一部として全身をめぐります栄気は体の内側をめぐる陰性の気であるため栄因とも言いますまた早期とともに 水のとも表現されます。栄気は血の生成に欠かせません栄気がないと血が作ることができないということから血そのものを栄血とも言います血に関与するので造夫の活動を支えるとも言えます液は血脈にとどまらず全身を巡ります 体の外側をめぐる陽性の木であるため栄養ともいいますまた水国の寒気とも表現されます僧侶を介護することにより外イの侵襲を防いだり全身を温めたりします一昼夜で全身を50周回り昼間は体表を25周夜間は体内を25周回ると言われています 正気、脱気は自然界の世紀という表現下では古気、旧期の意味合いになりますが水国の整備中には生は軽く清らかな成分、脱は重く濁った成分と正気は栄気になり血脈中を流れるもの、脱気は液となり血脈外を流れるものとして役割が分かれるのです。 その名の通り、臓器の活動を支える気です。肝、心、肥、肺腎、腎、胃には、それぞれ、肝器は血の貯蔵、心器は循環、重器は運化、肺器は呼吸、腎器は性の貯蔵、息は消化に働きます。作用です。まず、水道、 それから音句骨折防御気化ですこれらは言葉で覚えておくと良いでしょう水道は人体の成長発育を促進させることです音句は人体の組織器官を温めることを言います骨折は生理物質の流出を防ぎとどめる という意味です。防御はバイの侵襲を防ぐことです気化は生理物質の化成や点火をさせることです他にも需要作用情報伝達作用があります気の運動のことを気気と言います気気には4つの方向性があります 超、高、出、乳です。木が登る、木が降りる、木が出る、木が入るという意味です。